この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずは水戸市からのリポートです。江戸幕府最後の将軍徳川慶喜の人物像に迫る特別展が水戸市緑町の県立歴史館で開かれています。大政奉還を導いた江戸幕府第15代将軍を特集した徳川慶喜展では最新の研究結果も踏まえ最後の将軍の人物像を解き明かします。慶喜というこれは小学生でも歴史の授業で習う歴史上の人物ですけれども、その生涯を歴史資料とそれから美術工芸資料とこの両面からスポットを当てます。展示は主に幕末期を中心に6つのコーナーで構成し、国宝重要文化財も含め145件を紹介しています。これは岡山藩主池田家に伝来した肖像画なんですが、今回が出陳としては2例目ということになります。斉昭の没後6年後の制作ということで、さらに正面を向いた座像というのは斉昭の肖像画の中で大変珍しくて、その点でもぜひ茨城の皆さんに見ていただきたい肖像画の一つです。こちらはフランス製と伝えられる騎兵用の甲冑です。一説にナポレオン3世から贈られたとも言われていますけれども、確証はありません。当時の日本とフランスとの深い交流を示す歴史資料として第一級のものと言ってもいいかもしれません。上の方には葵の紋が入っております。で、実はこの上の方の兜は2組残されておりまして、葵の紋がこの通りのものと上下逆になっているものと2種類あります。特別展期間中の土日祝日の喫茶コーナーでは徳川将軍コーヒーが提供されています。茨城県のなんていうのかね、県民としての名誉だと思いますね。まあ、特に今日はですね、まあ、時代のこう流れの中で展示をしてくれましたので、非常にこう一貫して、まあ、最後までよく見れたし、まあ、展示と言いながらも、ある部分ではちょっとこう感動のあるような今日はあの展示物かなというふうに、見てきました。慶喜 の, その生涯にわたっての歴史とか、あと周りの人物からの見た慶喜の評価とかもあってとても興味深かったです。まず茨城県に県民としてはこんな立派な人がいたのを詳しく分かりまして、この企画がみんな県民の方みんなに見てもらいたいと思います。慶喜という人物は、茨城と大変ゆかりが深く、水戸徳川家の出身です。その水戸藩とのつながり、さらには将軍として京都を舞台に活躍したその時代、それから晩年とそれぞれとても波乱に富んだ人生を送っておりますので、そのあたりの多彩な魅力をお楽しみいただければというふうに考えております。徳川慶喜展は3月22日まで開催されています。続きまして、鉾田市からのリポートです。鉾田市の私立朝日北小学校の全校児童99人が12日、校内で育てるなどした鮭の稚魚およそ350匹を近くの大谷川に放ちました。稚魚放流は朝日北小学校の環境教育の一環で2009年度から始まり、今回で6度目です。河川浄化活動に取り組む市民団体西大虹の友から鮭の卵を譲り受け、毎年行っています。昨年12月に卵150個を譲り受け、4年生が飼育を担当しました。孵化して1ヶ月前に3センチほどに育ちましたが、餌やりや水温管理が大変だったといいます。放流していきましょう。児童は徒歩で大谷川に移動しました。鮭は3年から5年で成長し遡上してきますが、大谷川では12年11月に近くの男性が全長50センチほどの魚影を見たのが最初で最後といいます。いや、久々親が見たの。川には PTA がこの日のために足場をかけました。児童は5センチほどに成長した稚魚 2,3 匹が入った柄杓を持って足場の上からそっと離しました。やった、みんなやって、やり
リーセッション。こっちでもらいます。今まで育ててきたので無事に戻ってきてほしいと思います。水温とかも気を使って卵の様子とかもみんなで、観察を毎日続けました。戻ってきてほしいと思います。児童が育てたおよそ150匹と西大二児の友のメンバーらが育てたおよそ200匹の稚魚を合わせて放流しました。子どもたちもね、ラムサール条約とかそういうのが今度ね、あれなので川をきれいにしようということで頑張ってくれると思いますので、なので6年とか7年とかね、続いてますけど、続けてやっていれば、まあ上がってくる確率も多いかなと思って、上がってくるまで頑張ってみようと思ってます。子どもたちも楽しみにしているのでね、よかったです。朝日北小学校ではひぬまプロジェクトと銘打って環境教育に力を入れています。ひぬまと大谷川の浄化活動のほか、水質検査や花壇作り、繊維の取れる植物ケナフによる手作り卒業証書作成などを行っています。川がきれいになったり、ひぬまがきれいになったり、そういうことをこう子どもたちが進めた上で、この稚魚が育って大きくなってまた戻ってくる、そういうことによってこの昼間の流域の環境が子どもたちの手によって、広くみんなに伝わっていくこと、そういうことを願っております。続きまして、日立市からのリポートです。日立地区デュアルシステムに参加していた県立日立工業高校の2年生が12日、企業実習の成果を発表しました。日立シビックセンターで成果発表を行ったデュアルシステムは、希望した生徒が1年間、週1回のペースで地元企業に通って技術や技能を実践的に学び、社会人としてのルールやマナーなども身につける目的で行われています。開催します。地元企業は蓄積をしてきました技術・技能を学ぶとともに、社会人としてのルールやマナー、職業感・勤労感を身につけるということを目的として、この10年間にわたって実習をしてきました。実習に参加された生徒の皆さんにとって貴重な体験となり、これからの学校生活での大きな自信につながっていくのではないかと思います。地域のものづくり産業を担う人材の育成を目指すこの日立地区での取り組みは、本県デュアルシステムのパイオニアとして今後も継続発展していきますよう検討いたしましても、バックアップしてまいりたいと考えております。本年度は製造業や IT 企業など13社に生徒30人が通いました。発表会で実習生は受け入れ企業の業務や実習内容を紹介しました。1年間の実習の感想も述べました。花形の作り方、挨拶の大切さなどを学びました。この1年間の実習を通し、企業の方たちから学んだことを将来に生かせるように努力したいです。前は本当人と話すのが苦手で全然もう話せなかったんですけど、今はなんとかそのデュアルシステムを通してちゃんと成長できて、ちゃんと話せるようになったと思います。そういう会社で実習ができるっていうのはやっぱり、いいことじゃないかなと思いますね。やっぱり学校卒業してすぐ会社に入って何も知らないっていうよりも、一回会社の雰囲気なり、こう味わった人間だと、ね、素直にこう、会社に打ち解け込めるような、そういう多分メリットはあると思いますね。今日発表した人たちのように自己主張をちゃんときっちりできるような人になりたいなと思います。やっぱ目上の人に対するマナーや言葉遣いなどに関してはとても大切なことだと思うので、自分も生かしていきたいなと思います。デュアルシステムの参加への希望は前々からあって、ですが明確な内容がよく分かっていなかったんですけど、今日のような発表会があって、しっかりと内容を把握することができたので、とてもいい
場だったと思います。先輩方の話を聞いて、やっぱり学校と違う空間で活動するので一番大事なことはコミュニケーション能力だと思うので、今のうちから挨拶や、目上の人に対する言葉遣いなどを当たり前にできるようにしたいと思いました。日立地区デュアルシステムは10年間で187人の生徒が体験しています。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続きまして IBS 茨城放送からのリポートを3本続けてどうぞ。東日本大震災からちょうど4年となる3月11日に震災の犠牲者への追悼を目的としたイベント大好き茨城キャンドルナイトが水戸市の茨城県三の丸庁舎前の広場で行われました。このイベントは大好き茨城県民会議が主催したもので今回で3回目の開催となります。会場では水戸啓明高校の生徒によるワークショップや県内のボランティア団体や企業によるキャンドルの展示が行われ会場を彩りました。あちらでやっているんですけど、キャンドル作りを今体験でやってもらっていて、来てもらった 人たちに、キャンドルを実際に自分たちで作ってもらってそれを夜の点火式に使うので、そうですね、向こう側に作って体験で作ってもらってそこでできたのを向こうで自分たちで置いてもらって着火式に来てもらうという形でそこまででやってもらってます。僕は部活でその他にもいろいろな祭典などでボランティアをやってきているんですけど、こういういろんな人が来てこういう活動をやっていく上でこう町としてこうなんかこういうのを通していろんなイベントをやっててこうもっと茨城がこう活性化していけばこっち側も楽しくできるからいいかなと思っています。今までこう当たり前に使ってたものが突然使えなくなったんで、今まで使ってたものがすごい大事だったんだなってことが分かりました。なんか結構人と関わるのが好きなのでこういうことを通して震災のことも忘れないでもらえるように頑張ってます。点灯式ではメイン会場である三の丸庁舎前の広場に並べられたおよそ5000本のキャンドルに一斉に火が灯され、参加者は東日本大震災の犠牲者に黙祷を捧げました。今回のイベントについて大好き茨城県民会議の畑谷浩司理事長は次のように話しました。家族の絆、そして、ね、地域の絆、これがもう一番大事です。1年に1回、いや月に1遍でもいいから家族で集まって一つのテーブルで、1時間でも2時間でももう全部周りを消して、家族だけでのそういう集まり、そういうものもやってほしいなと思います。それがやはり、の家庭家族の絆ということになると思います。こういう絆の大切さが分かってもらえればありがたいなと思います。式典は畑谷理事長の挨拶でスタートし、水戸市内の中学生による吹奏楽の演奏や合唱団による童謡の合唱が行われました。3.11 がね、だんだんこう少し関心がね、私たち薄れるのがこういうことがあることによって防災の意識がね高まるっていうか、こう継続してみんながね一人一人が自覚してもらう機会になるんじゃないかなと思って、いいことだと思います。昨年参加してよかったのでまた今年も参加したいと思いまして、こうしてキャンドルの中にみんなで来てですね、こういう場をこう経験すると本当にもう4年も経ったんだなっていうか、でも
この4年経ってもまだまだこうやってみんなでこうその時のことを心配したり、いろんなことを絆を感じたりして、みんなで集まっていることはすごくいいことだと感じました。畑谷理事長は今後もこういったイベントを行い、震災を忘れずに地域と家族の絆を大切にしていきたいと話しました。3月になりましてもですね、まだ白菜の収穫を行われているんですけど、私今日はですね、こちら結城市武井というところにお邪魔しておりまして、今日は白菜の話題でございません。はい、カメラはこちら行きます。このトンネル型のですねビニールハウスなんですけども、こちらのビニールハウスはですね、キクカのあの野菜、キクカって言われるとピンとこないんですけどもね、あの野菜の収穫がもう始まってるということなんですけど、すいません、なんかお仕事中手を止めていただきまして、はい、じゃあこちらのこのトンネルハウスをオープンしていただけますでしょうか。はい、ああなるほど、これはもうレタスのこのもうボールになった状態がたくさんありますね。美味しそうですね、みずみずしてますね。はい、ということでですね、今日はこちら結城市で、レタス栽培をされている農家さんにお邪魔しております。レタスというふうに聞きますと、特にこの畑で作るレタスというのは、はい、暖かい季節のイメージがあるんですけども、こちらはこのまだ寒くてこんな格好する季節にレタスを作るわけですか。はい、はい、そうですね。はい、まあ、ハウスといっても普通ですよね、私の背より大きい、まあ、2メートルぐらいの高さのある、はい、そうしたビニールハウスの中でぬくぬくとこう育つ野菜のイメージがあるんですけども、はい、こちらは随分これ竹が低いというか高さが低い、はい、このトンネル型のハウスを使ってますけど、これはもうこういうやり方でずっとやられていらっしゃる。そうですね、はい、うん、ずっとこういうやり方で、うん、はい、それにしましても、まあ、ここ数年ですね、冬場のこう気候変動が激しいとか、まあ、今日はこれ雨が降っておりますけども、まあ、雪が降ったり、そして次の日にはカラッと晴れて、うん、朝は寒いんだけども昼以降ガーッと気温が上がると、そうした変動が激しくなってますけども、やはりそれはレタスの生育には何か影響を及ぼすものなんですか。そうですね、非常にデリケートな作物ですので、水と温度には非常に敏感ですので、もう休みなく管理をしてます。こちらこの季節のですね、この冬場のレタスなんですが、これはですね、暖かい季節の露地物のレタスと味とか食感は何か変わりがあるんでしょうか。そうですね、おそらく寒い時期の方が甘い味、甘い、うん、ではないかなと思います。あ、まあ、レタスはどうしてもこの食感とあと風味、うん、あとはこうサラダにこう入ってるといってもその直接食べるというよりは何でしょうね、こう、キャベツの台座になってたりとかいうふうな、そういったイメージがありますけども、あ、甘さがやっぱりそういった暖かい季節のものが強いということなんですか。はい、うん、そうですね、自分、うん、レタスが凍らないようにということで糖分を出す、まあ、どの野菜もそうなんですが、おそらく甘いんじゃないかなと。なるほど、はい、じゃあすいませんがですね、はい、この中で何かもう収穫できそうなものはございますか。はい、そうですね、これはできそうですね。でですか。はい、これ取れますよ。取れます。手で取る。手で普段はこう包丁で取るということも、今日は手で取っていただきます。あー、すごいですね。ちょっと若いかな。あ、みずみずちょっとね、この動画では伝わらないんですが、うん、レタス独特のこうみずみずしく、ちょっとこう青っぽい香りがプンとしますよね、うんうん、これね、これはあれですか、このままもしかしてブリって食べることはできますか。いけますよ。大丈夫、いける、大丈夫です。そこまで聞いたらやらないわけにはいきませんよね。はい、じゃあ早速私いただきますよ、これ。うん、これは今甘みっておっしゃいましたけど、はいはい、何でしょう、私こういう仕事しておきながらあんまり青っ気が強いものって好きじゃないんですよ。えぐみ系の青臭さがないですね。ないですね。はいはい、いや、取りたてのものが美味しいっていうのは決してこのレタスに限ったことはないんですけども、こんなにそのえぐっぽい青みがないもんだと思いませんでしたね。えぐみはないと思いますね、おそらく。はい、
で、その歯ごたえもちろんこのシャキシャキ感がすごいんですけども、でおっしゃってたその甘み、うん、だから何でしょう、店頭に並んで何日も経ってるものに比べると、うん、そのえぐみがない分、うん、この口の中に甘い感じが広がってくるっていうのは、うんうん、はい、そういう感じですよね、はい、そうですね、はい、この有機のレタス、随分これ手間がかかってますけどね、手間がかかってる分取り立てのもの美味しいということなんで、ぜひ皆さんの小売店ですね、この有機のレタス、この箱とかに書いてありますから、見かけたらどうぞお買い上げいただいて、でなんかね手加えないでこのままむしゃむしゃいっちゃってほしいと思います。うん、これは本当に美味しいです。うん、ぜひ皆さんもお試しください。皆さんこんにちは。天ぷら手塩の店主上野と申します。当店は天ぷら専門店として、天丼や天ぷら付きのうどん、そばをご提供しています。当店の天ぷらは新鮮で良質の油を使用しておりますので、揚げ上がりが軽く胸焼けなどを起こすことがなく美味しく召し上がれます。そんな当店のおすすめランチはエビイカ天丼です。かずめがうらさんのご飯の上にサクサクに揚がったエビ、イカ、玉ねぎの天ぷらをのせ、自家製のタレをかけた人気のメニューです。また揚げ鶏の香味ソース定食もおすすめです。国産の鶏肉およそ 200g を使用した大ボリュームのメニューで、ニンニク、生姜、ネギを入れた特製香味ダレで味付けしています。さっぱりとしつつも癖になる自慢の一品です。当店では天ぷらは梅雨よりも塩派のお客様にも美味しく召し上がっていただけるよう、さまざまな塩をご用意しています。ぜひ当店で手塩にかけて作った自慢の天ぷらをご賞味ください。最高です。とっても美味しいです。天ぷらといったら手塩みたいな。もうサクサクでタレの味も良くて気に入ったので、何回も来てるんですけど、